お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩寵、お守りしたいだけにございます。お主も流因に見入られたか。話すことはない、猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能した。満足しましたら帰ります。父上、生きておいでだったとは。はかりごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。わしはあの巫女の力を流因を手中にしようと思う。ですが。分かっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。できませぬ。できぬだと。忍びが情に流されるなど、なんと情けないことか。せがれよ。なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。狼よ。参る。逆たぶりよな。おい、逆らうことは許されるか。守れ。
ておらん。ご無事で何より。袋は切りました。すまぬ九郎様。すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのか。床桜の枝。エマ殿から聞いた話だ。床桜とはタケル様が戦況より持ってこられた桜。この城の裏手にかつて咲いていたという。だが何者かが枝を倒り花を持ち去り、床桜はやがて枯れ果ててしまったそうじゃ。これがその床桜の枝。ああ、おそらくは。これでまた一つ源の甲に近づきました。ああ、そうだな、狼よ。戻ったか、狼よ。はい、九郎様に預かり物がございます。預かり物？これを。これは米か。はい、先方寺の巫女が九郎様にと。そうか、それはありがたい。良き米と見える実にツヤツヤしておる。噛むと甘うございます。噛む？狼よ、
米は炊いて食べた方がうまいぞ。は。そなた、甘いものは好きか？何でも食べまする。ならば、嫌いではないのだな。よし、そなたに良いものを作ってやろう。良いものとは？それはお楽しみじゃ。